あ、やだ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 、ダメージ覚悟だ、よいしょ。どうもこんにちは、黒ネタです。すすめキノピオ隊長、続きをプレイしていきたいと思います。さあ今回やっていくのはこちら、探検隊とカメックと月影の塔ですね。前回に引き続き4人でゴールを目指そうとなっております。じゃあ行きましょうか。190個解放。ここかなり苦戦した場所なんだよな。あのカメックがめちゃくちゃ邪魔だった場所だね。いや、クリアできるかな。誰か一人でも当たると即アウトだから。どうする？あ、いた。やめろ、お前、やめろ、バカ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 。またこれだろう？ちょっと後ろを確認。あ、そっちに行くんだったら問題ない。あ、そこ良くないね。あ、でもこういうところはまだ、動きに専念していた方がいいのかな？よくない。ほいほい、コイン集めて。で、他は特何もないから中に入る。まず一人目と合流。動き止める。あ、そうだこれ。アップにするとさ、ずれるんだよな。よくない。やめて。で、動かして止めて、動かして止めて、コイン取ります。動かしてこっち側。あ、で、ここから中に入って、上か。あ？やめろ。あ、コインあるね。取ります。で、左側？よくない、よくない、よくない。動かして止めて。よいしょ。よし。で、ここはなんだ？あ、こうか。こっちに来るな、どこ行った？もうやめろ。そこはやめろ。お前は本当に。で、あー、これまた鍵だな。止めといて、ちょっと角度変えて。鍵だよね。危ない。ほい。で、早く登る。急いで、取る。止める。で、こっちのコインも取って、動くなよ。大丈夫か？こっち来い。で、鍵使うところがどっかにあったよな。あ、よくない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 、危ねえ。動かして、ここだ。開ける、止める。あ、待って、あーそれそれよなー。くそー、また一からか。はい、開けます。一旦逃げて、どこ行った？そこは良くないね。止めて、はい、三人目。で、これが気になる。コインか。あー、前やった時にコイン集めろ系だった気がするな。どこ行った？やめろ。あそこにピースいっちゃ良くない。危ない。一旦逃げて、こっちだね。で、ここは何もないから上行く。そこに出る。で、あー、確か P スイッチ踏むんだったっけ？やめろ！よいしょ。やめろ！杖を振るんじゃない！よし。一旦こっちまで逃げて、ここ何もない。あ、何もないな。なるほど。じゃあ逃げよう。こっちに用はない。
で、このまま P スイッチ危ない P スイッチをキノピオ隊長だけでいいのかな踏みに行って、あ、みんな行くのか。はい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 。で、道がちょっと変わるよね。これ、ま、こっからどう行ったか危ない。あ、これまた1から登る？そんなバカな。やめろ。いや、道ないな。マジで。だとすると、あ、出れねえじゃん。あ、こっちか。あ、よかった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 。こっち行って、あ、なるほどね。で、こっから戻ってくると。で、もう急いで登ろう。はい、OK。で、カメック止める。やめろ。たまにポインターがずれちゃうんだよな。これ困る。あー、で、向こう側から行くのか。動くなよ。止めて、動かして、止めて、ここは何もない。なら入りましょう。よいしょ。止める。キノピオがあと一人いないんだよな。あ、どこ行った？どこ行った？どこ行った？やめろ！やめろ！あれ、どっかにいるよね、多分。こっち側？あ、からここか。止めて、コインも取って、はい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 。あ、そこにいんのか。嫌なとこいるな。とりあえずコイン取ります。こっちも取ります。あ、キノコ、ワンナップ。で？あ、上まで上がればいいのか。だーね。これはどっから出ればいい？もう一回中入んのか。あ、危ない！だね。で、急いでもこっち行っちゃって、もうカメックは無視。はい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 。どんどん逃げて、どんどん逃げて、入ります。はい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 。その位置良くないね。よし。入ります。あ、なんだ。嘘、それは無理だろう。嘘。うわぁ、また一からかよ。さあ、ここまでは戻ってきた。問題、こっからだな。あのキノピオをどうするかだよね。上に上がるとカメックが2匹現れちゃうから、かわしながら株投げて倒せってことか。そうするとあそこの下にいるキノピオが上に出てこれるようになるってことかな。いや、もう行ってみるしかねえか。まずは逃げる。あ、俺は立ってもいいのか。なるほど。ほい。どうだ。あ、来た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 。あ、で、4人目と合流か。むずー。で、ここで4人乗って。いやー、体調ちっちゃくなっちゃったな。まあいいや。クリアー。だー。あば、コースクリアー。めんどくせー。ここめんどくせえ。あー、コイン240枚か。まあいいでしょう。で、お次。おっと、マネミーの挑戦状？マネミーって前に一度やった、あのミイラだよね。確か逃げながらコインを集めたんだけど、え、またそれやるのか？なのかな？マネミーとパターンパネル回路165個で解放。あ、
あー、じゃあさ、逃げながらゴールを目指せってことか。マジ？ここ難しかった気がするけどな。あ、で、キノピコ隊長じゃなくて、キノピオか。あ、キノピコだ。いいんだ、キノピコだ。あ、ちょっと変わってんじゃん。あー！やばい。来てる。やばい。ほい。もうどんどん行こう。いや、もうこれコイン取ってる余裕ねえぞ。ほい。でも欲しい。こういったらどうなんの？あー、単純に後ろついてくるってだけなんだな。よいしょ。あ、待って、上になんかツルハシあるんだけど。あれどうすりゃいいですか？やばい、来ちゃったな。ゴール来ちゃったな。あのツルハシ何だったんだろう。待って。待って。捜索してる余裕がない。あ、もういいか、このままゴールで。オッケー。危ねえ。おいえ、コスクリア。途中の何だったんだ。あー、単純にコインがあっただけかな。これ逃げながらコイン集めるのむずすぎだろう。まあ、目標はいいか。では、お次。またかい。マネミーと、失踪落下ロード。175個解放。どんなだっけ？落下ロードって前にやったような気がするんだが、なかったかな？どうなる？あ、これだ！あい、そうだよね。あ、やった。待って、来てる。逃げろ！さすがにこのスピード、おお、あいつも速い。嘘。よくない。あ、むずー。マジかよ。てか、まずここだな。ここタイミング間違えるとまず一発食らっちゃうから。よし。逃げて。やつもダッシュパネルでスピード上がってんのか。うわ、怖。あ、やだ。ダメージ覚悟だ。よいしょ。知ったこっちゃね。あと一発当たんなきゃいいだけだから。ほい。あ、これどっちだ。よくないね。あっ、くぅー！ぐぅー！むずい！あ、しまった。あ、ここまでは来ないのか。こっから来んのか。はい。逃げろ。よいしょ。ただ、ショートカットとかはしてこないっぽいな。キノピコが進んだところをついてくる。あー、敵邪魔だな。行くぞ。かわしてダッシュ。よいしょ。今はいける。右から行けるか。よしあいつは敵に当たらないんだな。ダメージ確保だ。知ったことか。よいしょ。で、この後どうすんだ。あ、これコインか。いる？フック。で、あ、クリアか。オッケー。あー、むずっ。あ、イエー、コスクリアー。目標なんだ。あー、またコインか。いや、無理だって。何回行くんだよ。
マネミートヒフキヤマの主。ん？主？ドラゴドン？え、嘘。ドラゴドンと戦いながら、マネミーから逃げるの？マジで言ってる？あ、ま、とりあえず185個解放。あ、マジだな。嘘。え、それは、むずすぎるのでは？え、だって、定期的にここに隠れながら、行かなきゃいけないのに。ま、まず出てくるよね、ドラゴドン。お前もしつこいなぁ。タンコブがあるから、同種だと思うけど。あ？どっかにいる。あ、いや、来た。いや、もう止まってらんねえじゃん、こんなん。よし。スピード重視か。よいしょ。ほい。ミイラがはしご登ってくんのおかしいだろ。で、多分これもコイン190枚とかなんだろうけど、いや、無理でしょ、そんなん。スティックを倒してる指が痛い。あ、もうコインかけねえ。逃げろ。あ、しまった。危ねえ。道間違えた、一瞬。あっ。無敵を生かせ。よし。登れ。頑張れ。よし。どうだ。ドラゴドンは倒したっぽいが、マネミは逃げたか？出てくるとかないよね。あ、まだ来てる。危ねえ。まだ来てた。こわ。黒い影見えた。危ねえ。あれ、油断してクリアだーって思ってたらやられるパターンじゃん。こわ。なんだここのステージ。ちなみに次は、あ、あれ、なんか何もないな。あー、これもしかして、目標を達成しないと解禁されないとか？かなー、なんかそんな気がするなー。で、この後は全部、今までやったステージをマネミーから逃げつつクリアを目指せ、みたいな感じになるんじゃないか？だったらもうおまけは一旦これで終わりでいいかもしれないなー。なら、次回からは、この特別版やってみようか。ちょっと見てみましょう。どんなステージ？お、伝説の王冠を求めて。あー、新たな旅が始まるってことか。なるほど。あ、ステージあるね。OK。じゃあ次回からは、特別版のステージを攻略していきましょう。うん。で、まあ余裕があって、たらおまけのその後もって感じかな。はい、じゃあとりあえず今回はここまで。よかったら次回も見に来てください。ご視聴ありがとうございました。